なんと不気味なところだ。こんな場所、前からあっただろうか。ん？ヒルチャールたちが、ひれ伏して何かをあがめているようだな。こんな光景、見たことない。一体、この場所に何が隠されているというんだ。それを知るには、ここを探ってみるしかなさそうだな。何を動力としているんだろう。断罪の名において、もしかして今天井に立ってる？部屋がひっくり返ったのかな？それとも重力の影響？呪文をセットする場所を探す必要があるみたいだ。
と。人間よ、何時らはこの地で運命の探求を許可されておらぬ。ほう、何時らはそれでも謁見を必要に望むか。いいだろう。ならば何時らに運命の試練を授けよう。みんながそばにいてくれ。はっ、さあ、風の雲の夜の幻言。さあ、しあっ、せえ、マイほれよっ、はっ、ボンクト完璧な生命体だ。称賛に値する。あの身に漂う計り知れないオーラ、危険に満ちながらも優雅であり力を感じる姿、よくあのような存在を任すことができたものだ。君の実力は少しばかり私の想像を超えているのかもしれない。先に進むとしよう。ますます好奇心がかきたてられ、興奮が抑えられなくなってきた。ここが終点のようだな。生命、なぜひれ伏さない。恐怖と未知からか、それとも力を欲するか。生命、なぜひれ伏さない。私は神ではない。私はただの罪人だという。
在業から生まれたまだ無垢な花よ、この私には君の運命が目に見えている。その開墾を一切抑える必要はない。あらゆる距離を容認する必要もない。超越せし存在とな、授かりし運命の一切を超えてみせよう。私は時の終点で涙をこぼさ、君のすべてを振り返るのだ。何が起こった？あれを見た瞬間、心にある感情が一斉に静まった。ああ、今はかなり気分がいい。むしろ、ここに入ってきた時よりもずっと良くなっている。おかしなことだ。そうなのか。わかった。まずは君の言う通りにしよう。カリベルト、よかった。ここは変わりないようだ。私は薄々感じているのだよ。先ほどのあの出来事はある種の運命の定めなのではないかと。私が心臓を礼拝したくないと強く思っていた時に、あのようなことが起こったのだ。あれはまるで導きのように感じた。君の話によると、私はどうやらあれの前でひれ伏したのだったな。もしかするとあの行為が薬に同じ効果をもたらしているのではないだろうか。君が何を言おうと私は試してみたい。それに君も前に言っていただろう、全ての可能性を確かめるべきだと。カリベルト、パパ、カリベルト、なんということだ。これは嘘ではなく現実なのか。まさに奇跡だ。見たか、効果があったぞ。カリベルトがまた喋れるようになった。ママは？ママは、いいか、カリベルト。まずは私の目を見てくれ。私が誰だかわかるな。うん、パパでしょ。救われた。これが救われたという感覚か。カリベルト、今はどんな感じだ。意識ははっきりしているか。長い間眠ってたような気がする。夢の中で小さな部屋に隠れてた。でもずっとそこから出る勇気がなくて、出たいとも思わなかった僕。僕の体、僕の体どうしたの。これが僕？ねえパパ、何が起こったの？いいか、落ち着くんだ息子よ。これはただ君が眠りについた時に童話の世界に入り込んでしまっただけなんだ。私と一緒にな。この世界には
もうカーン・ルイヤも私たちの家もない。それからあの赤い空も世界の滅亡を描いたような最悪もなくなっている。君はその小さな怪獣の姿でパパと永遠に暮らすことができるんだ。僕は死んだの？そんなことはない。何を言っているんだ。カリベルト、ほーら、君の腕にはママのスカーフが巻いてあるだろ。ママも君を祝福し加護を与えている。死んでいるわけがない。そうなんだ。そうだとも。目が覚めたばかりだからまだ混乱しているのかもしれない。ここでゆっくり休むんだ。すべてうまくいく。ああそうだ、このことをしっかり胸に刻んでおきなさい。何があろうとその仮面を外してはならないと。覚えたかい？仮面は外してはいけないからね。うん、パパ、僕覚えたよ。あの日以降、今日ほど喜んだことはない。この世、ふん、七神が当てにならないことなど知っていた。まさか七天神像まで拝んでしまうとは。まさに一生の恥。加害者。そう、奴らはいつまでも加害者なんだ。それに比べ、私たちが洞窟で出会った名も知れぬ神こそ、孫をことなき偉大な神。あの神秘的な力、なんと魅力であったか。これも私が敬虔な心で崇めたおかげだ。そうだろう？ああそうだ、神に祈って願いが叶ったのならガンほどきというものをやるべきだろうか。神へ祈る時の作法はあまり心得ていなくてな。ただ今回は必ずガンほどきを行う必要があるように感じるのだ。罪人だと？まったく何をほざいている。あの神の何を知っているのだ。なぜそのような冒涜的なことを言う。あの神の力、君も見たはずだ。七神があれほどの奇跡をもたらすことができるか。あの方は七神よりも高位な神なのだろう。それを罪人というなど言語道断。まあよい、君がどう考えていようと私の敬虔な心に影響を及ぼすことはない。今すぐにでもガンほどきに行かねば。君はついてこなくとも結構だ。